変化箱予告ガメは、予告ガメか箱予告ガメ属に分類されるカメ。ネシウミョウロディナニスは、ローデシアのノイ。アンゴラ、ウガンダ、コンゴ民主共和国南部、ザンビア、ジンバブエ、タンザニア西部、ブルンジ、ボツワナ北部、マラウイ、南アフリカ共和国に先部、モザンビーク中部、ルワンダ最大高潮25センチメートル。 廃校は緩やかに盛り上がり、上から見ると中央より、やや後方で最も幅が広くなる卵型。廃校の色彩は黒や暗褐色。円環板後部は滑らか。復興は大型。蝶つ害は発達し、箱のように蓋をすることができる。復興の色彩は黒や暗褐色だが、中央部に、名色の半門が入る個体もいる。頭部は小型で、 分炭はやや突き出し先端がへこみ二股に分かれる。下顎には二本のヒゲ状突起がある。頭部の色彩は褐色で、生息地北部の個体群は黄色い虫食い状の反紋が入る。色彩変異が大きいことが和名や英名の由来。容体は C パ板がコブ状に盛り上がるが、成長に伴い第四。C パ板のミキールを残して消失することが多い。 河川や湖、地上、湿地等の大規模な水場に好むとされるが、小規模な水場に生息することもある。植生は動物食の強い雑食で、昆虫類、甲殻類、貝類、魚類、植物の茎、葉、花等を食べる。飼育下では個体によって野菜や果実を好んで食べた例もある。繁殖形態は卵性で、 飼育下では1回に11から14個の卵を産んだ例がある。ペットとして飼育されることがあり、日本にも輸入されている。流通量は極めて少なく高価。また、本種の名前で栗色箱横首亀が流通したこともある。ありがとうございます。